コンステレーショントランスワールド航空の L-1049 スーパーコンステレーションの派生型 L-1649 スターライナーロッキードコンステレーションはアメリカ合衆国の航空機メーカーロッキード社が開発、製造した余圧構造装備の4発大型プロペラ旅客機である。コンステレーションを略したコニーのニックネームと三枚垂直尾翼付きの独特な 機体形状で知られ、1940年代から1950年代にかけて、レシプロエンジン旅客機の歴史の長尾を飾った、存在としても著名である。C-69VC-121A、バターン号 l 0 4 9コンステレーション L-649 コンステレーション L-749 コンステレーション L-1049 G スーパーコンステレーション L-1649A スターライナー1954年ヒースロー空港の TWAL-749AN6022C スターオブバージニアスピードパックを取り付けている1939年にトランスワールド航空のオーナーで大富豪として知られるハワード・ヒューズの支援のもと 当時の新鋭長距離爆撃機を超える飛行性能と、与圧された客室を持ち、北アメリカ大陸無着陸横断飛行が可能な旅客輸送機を目標に、ロッキード社のカリフォルニア州、バーバンク工場で L-49 の計画名称で開発が始まった。第二次世界大戦中の1943年1月9日に初飛行。 プラットホイット 2ER-2800K を4機搭載し、航続距離、巡航速度は世界最高性能を誇った。第2次世界大戦への参戦により、アメリカが戦時体制下に置かれたことから、完成した L-49 は、トランスワールド航空ではなく、アメリカ陸軍に輸送機 C-69 として納入されることが、決定していた。 しかし、ロッキードでは P-38 ライトニングなどの製造が優先され、量産計画も立てられない状況が続き、1945年8月の戦争終結まで数機が完成して訓練用などに用いられたに止まり、実戦配備には至らなかった。戦時中、L-49 の計画名称は、ロッキード社設計チームとトランスワールド航空の 技術職員が討議した改良案で L-049 に変更された。1945年10月1日、トランスワールド航空が1期目を受領、同年12月3日ワシントン DC パリビンから就航した。その後ライバルのパンアメリカン航空をはじめ、各国で民間航空が復活するとともに、英国海外航空、エールフランス航空や、 KLM オランダ航空など各国のフラッグキャリアをはじめとした航空会社に向けた生産が拡大された。そしてこれらの航空会社により大西洋続いて太平洋を越えて運航される最初の民間機の一つとなった。1947年にはライバルのダグラス DC-6 に対抗するにモデルを発表した。大西洋横断飛行用に 燃料タンクを増設した L-749 コンステレーションと北米大陸横断飛行用にカスタマイズした L-049 から84安からの量産モデル L-649 である。いずれもエンジンをライト R-3350 型 749C18BD デュプレックスサイクロンに換装し巡航速度を向上させ 搭載重量を大幅に増やしている。1947年3月14日に L-749 が投入され、トランスワールド航空やパンアメリカン航空の大西洋横断路線に導入された。L-649 は同年5月にイースタン航空へ納入された。ここで高評価を得て、エールフランス航空の追加採用を ウェスタン航空などからの発注が続いた。ペイロード強化には成功した反面、細い胴体から来る手荷物や、郵便物などを扱う貨物室の狭さや、火を追って増加する乗客に対応するため機体の大型化による溶石の拡大が予防され、搭載重量に余裕がある、L-649 の機体中央に喧嘩する、カッターボート上で火を圧の脱着式貨物用、 バルク、スピードパックをオプションとして開発し、イースタン航空やウェスタン航空などがこれを採用した。L-749 は、軍用の C-121 として採用され、ドワイト D ・アイゼンハワー大統領の専用機や、ダグラス・マッカーサー元水の専用機、バターン号としても使用された。ダグラスが DC、DC-6 のペイロード増加型貨物輸送機、 DC-6A から旅客型 DC-6B を開発して販売したのに伴い、ロッキード社は、胴体の中央を直線延長上に5.64メートル延長した L-1049 スーパーコンステレーションを発表した。開発期間の短縮へ、民間モデル L-049 のデモンストレーション試験機を改造し、製造工程の簡略化を行った。 これにより、懸案だった、溶石不足は解消したが、L-1049 は、北米大陸横断便では、搭載辞任に対するエンジンの出力不足は否めず、また、大西洋横断路線便用の L-749 は、航続距離不足で、トランスワールド航空のハブ空港であった、ニューヨークのアイドルワイルド国際空港からの、大西洋無着陸飛行ができなかった。 このため L-1049 をさらに改良し、1950年にはエンジンをターボコンパウンド付けライト R-3350 型 972TC-18DA に換装し、出力不足を解消、構造を強化した L-1049C と火脚根菜型 L-1049D を追加した。1951年7月には、 航続距離を向上させた L-1049G が導入され、トランスワールド航空のみならず、長距離路線を多く保有する、エールフランス、ルフトハンザドイツ航空や、バリグブラジル航空など、世界の大手航空会社に導入された L-1049G の特色とされる、翼炭燃料タンク、通称チップタンクは、オプションで、 主に太陽横断飛行用など長距離飛行用、使用機に装備され、陸上を飛行する L-1049G や純動系の L-1049H では取り付けない機体もあった。その多くが、太平洋や大西洋横断路線、アメリカ大陸横断路線などの長距離かつ、需要の大きい路線に DC、DC-6 などともに投入され、 その結果1950年代に至るまで、クイーン・メリーや、ユナイテッド・ステーツ、クイーン、エリザベスなどの豪華客船が大きなシェアを占めていた、大西洋横断航路や、太平洋横断航路はいずれも衰退に追い込まれた。また1952年に就航した、世界初のジェット旅客機であるデハビランド DH-106、コメットの設計不良による連続事故と、 その後の飛行停止措置、及び発注取り消しにも助けられ、その生産機数は伸び続けた。1956年には、開発中の DC-7C に対抗して、改良型エンジン r 3 3 5 9 8 8 DC-18EA- により、大きな翼型に設計を変更し、航続距離をさらに伸ばした。 最終発展型の L-1649、エースターライナーが追加されたが、ジェット旅客機のボーイング707やダグラス DC-8 の就航の直前であったこともあり、生産は44機、採用は、トランスワールド航空、ルフトハンザドイツ航空、エールフランス航空の3社に止まった。エールフランス航空は l 4 9 L-749、l L-649、L-1049 に L-1649A のすべてのモデルを採用した唯一の航空会社である。新型ターボプロップ機の L-188、エレクトラの生産開始と、ボーイング707やダグラス DC-8、コンベア880などのジェット機への注文移行を受け、1958年に、 L-1049H の生産を終了、ターボプロップ機やボーイング707、ダグラス DC-8 などのジェット機に道を譲った形となった。生産が開始された1943年から1958年までの間に民間型、軍用型合わせて856機が生産され、ボーイング377や DC-7C と共に、 レシプロ機の黄金時代の最後を飾る機体となった。1961年、ルフトハンザの L-1649、エースターライナー貨物機 EC-121P1960 年代初頭には、世界中の大手航空会社において、幹線航空路の主力機の役割をボーイング707やダグラス d c 8などのジェット機や、 ターボプロップ機に譲り、ライバルのダグラス DC-4、DC-6、DC-7 DC 同様に、貨物専用機への用途変更や、南アメリカやアフリカなどのローカル中距離路線や、アメリカやヨーロッパで、チャーター便を運行する会社に引き取られた。さらに、ボーイング727やダグラス DC-9、などの中短距離用のジェット旅客機の就航で、 艦船の国際旅客定期便から急速に姿を消したものの、北米国内定期便では、イースタン航空などが1967年まで運用した。コンステレーションシリーズは操縦装置に、油圧式倍力の操縦系統を取ったが、かつての最新営機が備えた、油圧式装置は、技術上過時の、いわゆる、初期欠陥を抱え、 整備費用が潤沢な大手の航空会社の定期旅客便から退いて中古機として引き取った業者ではメンテナンスの煩雑さや部品供給が不評でダグラスの DC シリーズより早く姿を消した貨物機としてはデッキが高い独特な胴体は積載作業に都合が悪く長胴型の L-1049 が早々に退役する一方で部品が タキシとの互換性があった初期 L-049 型やターボコンパウンドのない R-3350 型エンジンの L-749 は、積載容積や運用用途から重宝され、流られた。なお、アメリカでの民間旅客型や定期便の退役は、早かったが、紹介機の EC-121 型は、 1970年代半ばまで、現役に止まった。その後2000年代初頭まで、アメリカ国内や太平洋諸国、南アメリカなどでごく少数が貨物機として、運行されていた。西部アコニーの L-1049、H スーパーコンステレーションカンタス航空ビーラの、胴体保存機 EC、EC-121P、v h e e 2 0 2 1年現在は現役を、 離れ、その美しい機体デザインから、多数の航空博物館で保存されている。軍用モデルである、C、C-121 の払い射撃を中心として、胴体保存されている機体も存在する。アメリカの民間保存団体である、セーブアコニーは、スリック航空の準民間が耐える -1049A1 にトランスワールド航空を模した塗装を、施して保存しており、 映画撮影などに利用されている。保存団体の手で、気象レーダーや燃料タンクが装備されているが、火却混載型の原型を概ね止めている。なお、スリック航空は、アメリカ軍の火客チャーター便を受け負っており、N6937C 機もベトナム戦争が、本格化した1960年代に、日本へ、幾度か飛来し、横田飛行場や立川飛行場、 羽田空港などで撮影された写真が残されている。また、カンタス航空 OB などの当時携わった有志が C-121 を買い取り、かつての L-1049G に模した胴体保存機がオーストラリアに存在している。レッドブル会長のディートリヒマテシッツなどの愛好家などがアメリカ軍の C-121 からレストアした機体が遊覧飛行や エアショーに使用されている。コンステレーションのコックピット機種では極度に細く、主翼付け根部分で背を盛り上げるように太くなり、また交尾にかけてすぼまる独特な曲面美を持つ、胴体と3枚の垂直尾翼、高い足構造という特徴的な形態を備える。翼型は、ロッキード製の P-38、ライトニング戦闘機と同一で、大きさが違うだけである。 本機を特徴つける3枚の垂直尾翼は、トランスワールド航空の格納庫に収納するために、低くする必要があったため。しかし、これにより空気抵抗が増え、重量も増加した。油圧操打機構と着氷を防ぐ目的で主翼と、尾翼の先端に熱による防抗理装置を有している。L-1049、G スーパーコンステレーションアメリカの軍用スーパー。 コンステレーション YC-121F 立川基地をタクシングするアメリカ軍の C-121 日本ではフラッグキャリアの日本航空が DC-4B、DC-6、DC-7C DC とダグラス製の機材を徴用して導入し、また、同社以外にこのクラスの大型機を運航できる航空会社がなかったため、本シリーズは導入されなかった。 パンアメリカン航空やエールフランス、ルフトハンザや大韓航空などの定期便やチャーター便が乗り入れたほか、アメリカ軍のチャーターで立川基地や横田基地に乗り入れる航空会社があった。また1964年に開催された東京オリンピックのチャーター機としても使用された。なお、エールフランスは日本航空とともに東京国際空港オルリー空港間に 共同運行便を運行していたことから、1950年代後半から1960年代前半にかけて、エールフランスの L-1049、L-1649 に日本航空のロゴを入れ、客室乗務員を乗務させ、道路線を運行していた。1972年に L-1649 スターライナー試作機が、 名古屋空港に飛来した後に解体され、新潟に運ばれて、レストランとして再利用された。1979年には、千葉の谷津遊園に移設されたが、動園閉園の際に、スクラップ処分された。ありがとうございます。